江ノ電バス、湘南営業所とは、神奈川県藤沢市三山へ一番地に位置する、江ノ島電鉄自動車部と、江ノ電バスの乗り合いバス営業所である。最寄りのバス停は、湘南車庫。本校では、江ノ島電鉄自動車部の営業所、江ノ電バス株式会社、江ノ電バス藤沢の営業所についてまとめて記述する。藤沢市、茅ヶ崎市内の路線と鎌倉市の路線の一部を管轄する。 大船駅、藤沢駅、辻堂駅がメインターミナルで、藤沢駅では南北のターミナルを使用する。鎌倉、江ノ島という関東有数の観光地を営業エリア内に用していることが特徴であるが、片側に車線以上に整備された道路を通過する路線区間があまり多くないことで、観光シーズンなどは道路混雑が激しくなりがちという状況にある。かつて、 深沢線等を所轄するために、藤沢営業所から手広営業所を分離したが、それらの路線は、一旦藤沢営業所に再移管され、手広営業所は、空港バスや一部ミニバス路線のみを所轄するのみとなった。その後、敷地減少により減車を余儀なくされた、鎌倉営業所から、2005年に、鎌倉後半線や高野台線などが手広営業所へ移管された。 2011年6月に藤沢営業所と手広営業所の機能を集約するために湘南営業所が開設された。手広営業所の移転後も残っていた手広車庫バス停は2013年7月に名称が元の笹田へ戻された。奥田車国原沼車庫前経営の電バスでは長らく他社共感路線を除いて系統番号を設定していなかったが、 2019年12月1日より利便性向上のため新たに系統番号が割り振られるようになった。同日時点で営業していない路線の系統番号については記載しない。路線名は車内掲示用の運賃表に準拠。藤沢辻堂線かつて運行されていた辻堂駅長久保間の区間運転休行便は松下電機の構内まで乗り入れていた。方向幕表示は 江ノ電となっており、あたかも特定輸送のようだが、長久保と松下テレビ前の両停留所にも停車し、一般乗客も乗車可能だった。1985年7月撮影車両は、日産ディーゼル PR95 藤沢辻堂団地線、藤沢久江沼車庫線、藤沢大船線大船江ノ島線、藤沢辻堂線、 富士沢江ノ島線辻堂、釘沼車庫線辻堂、釘沼車庫線平和学園循環線辻堂、辻堂団地線、辻堂西海岸線の元専属車。専属車であった名残で他社と共通運用化された、現在でも専用の塗装のまま運用されている。私内循環線高根線2017年現在の高根線は終日30分ヘッドダイヤで複数車両が 同時に入線することはないが、以前は平日朝夕のみに大運行で、高瀬通り、上岡間の比較的道幅の広い箇所を行き違い場所に定めていた。1983年7月11日に最後の中扉通満専用車が廃車となった後は、予備車が存在しなかったため、稀に中型貸し切り車が代走することもあった。 1988年8月30日撮影車両は、右、日産ディーゼル KRM80E 左、イスズ PLR312 回、七里ヶ浜循環線、藤沢鎌倉線小道循環線編、瀬山循環線、藤沢大船線共用センター循環線、新鎌倉山循環線鎌倉駅、卑怯山線鎌倉湖畔循環線高野台線、小袋屋循環線、 鎌倉小船船定期遊覧バス821号車。定期遊覧バス、よりとも号に運用される車両。一般路線用車誌に観光タイプの車体が仮装されている。なお、この車両は2016年2から3月京急、ファインテック、金沢工場で、江ノ電10系風の塗装に変更されている。県庁寺、長谷観音、鎌倉大仏、鶴岡八幡宮。 鎌倉宮江ノ島など、鎌倉、江ノ島地域の観光地をめぐる定期観光バス。従来は、頼朝号、吉常号、静か、号の3コースだったが、2012年8月以降は、出発地、到着地、経由地により、頼朝号、静か号、名込み号となる。2018年現在は、鎌倉プリンスホテルを起点に鎌倉パークホテル。 鎌倉駅で乗車を扱い、県庁時、鶴岡八幡宮、鎌倉宮、長谷観音、鎌倉大仏を回り、鎌倉駅で解散となる、静か号が運行されており、予約制、昼食付け、または昼食なしが選べる。由比ヶ浜地下駐車場や渡愚船、藤沢大船線、七里ヶ浜鎌倉線湘南鎌倉、総合病院線、江ノ電バスの該当記事を参照。 繁忙期の7月、江ノ島駐車センターを発車直前の、急行渋谷駅業。ドアステップには、車掌の姿が見える。手前の集団は次の便を待つ乗客。車両は、不装 R470 ロマンスシート車、平面交差時代の羽鳥踏切を渡る、上村経由富士山駅業。この当時、神奈川中央交通便は、辻堂駅北口発着に変更されており、 踏切を渡る、江ノ電便は、ごくわずかな運行本数だった。1985年7月撮影車両は、日産ディーゼル PR95 七里ヶ浜巡環線。開通式1976年4月30日撮影車両は、日産ディーゼル U20N 車番111、新鎌倉山巡環線鎌倉湖畔巡環線。湘南営業所所属車両路線車の大半は、 日産ディーゼル製である。大型車は、かつては、長弱車が導入されていたが、1990年代初頭以降の、新生配置車については、標準弱、さらに短弱と徐々に車長が短くなり、2001年には、大型9メートル車の日産ディーゼルスペースランナー、RP が導入された。その後は、 中型長弱車の日産ディーゼルスペースランナー RP の申請配置が多かったが、近年では再び大型の標準尺車や短弱車が導入されており、ノンステップバスも存在する。三菱不創生は、ほとんどが純正車体仮想の大型車だが、鎌倉営業所もしくは藤沢営業所より転属した車両と、2005年以降に新たに配置された車両とがある。 かつては、ウベックス型蓄圧式ハイブリッド車として、KCMP637M、KCMP737M の2台が、鎌倉市の補助金によって導入されていた。イスズ自動車製の車両は少ないが、イスズエルガが在籍する。かつては、イスズキュービックも在籍し、初代114号は、国際工業バスへ移籍した。 また、i b ーテックの送迎用車として委託元予算で購入した富士重工業製車体の KCLV380N も存在した。2014年には、エノデンバスとしては、初となる、日野自動車製の大型ノンステップ車として、日野、ブルーリボン2が導入された。その後は、日野、ブルーリボンも導入され、2016年、2017年を導入、うち132号は、 エノデンバスとして初となるフルカラー LED 車である。2018年にもに d g キロボルト 290N2 を導入した。かつては高根線や七里が浜線用にイスズジャーニー K などの中型路線車が所属したが、現在は路線車としては純粋な中型車は所属せず、前日の中型長尺車が在籍する。小型車は小回りくんの日の DSS 日の ポンチョがこの他に特定者として、特別支援学校スクールバス用の日産ディーゼル、スペースランナー RM とイスズガーラミオが所属する。観光、高速車は、古くは民生ディーゼル、日産ディーゼル製の車両が大多数を占め、2000年代以降は、三菱不創性が多かった。近年は、 定期観光バスや空港リムジン用途に UD トラックス製の西日本車体工業 96MC 仮装が相次いで導入されるなど関東圏では極めて珍しい車両が在籍している2012年の定期観光バスナゴミ号新設に際しては江ノ電の鉄道110周年バス85周年を記念して特別塗装の日の リエスツーを1台導入し、車番は085号車、希望ナンバーで湘南230、あ11から85を取得している。所属車両の車番は、藤沢営業所からの移管路線で使用される車両は、先頭が1番台、手広営業所からの移管路線のうち、深沢線などで使用される、車両等は5番台、鎌倉湖畔循環線など、 鎌倉営業所から手広営業所へ移管された路線で使用される車両は、よそと違い前乗り仕様となっており、6番台として区別されている。2013年3月23日の湘南営業所管内ダイヤ改正に伴い、1番台と5番台の車両については運用上の区分がなくなり、共通運用となった。なお、鎌倉営業所と大船営業所の統合以前は、 鎌倉営業所が5番台であった。統合により5番台はしばらく使用されていなかったが、手広営業所の分離により復活した。貸切観光者は7番台、高速車、低金遊覧車は8番台、小型車は9番台である。ありがとうございます。